安倍総理大臣は西日本豪雨による被災者の生活再建と産業の復興のため予備費をさらに活用した新たな支援策をまとめ来週中にも決定する考えを明らかにしました。被災者の皆さんの復旧復興に向けた取り組みを後押しし、被災自治体が財源に不安なく安心して復旧復興に取り組めるよう全力を尽くしてまいります。支援策は町に流れ込んだ土砂の撤去や中小小規模事業者の支援、観光業の風評被害対策などが柱となります。また安倍総理は明日にも本州に上陸する恐れのある台風12号に備えて河川の氾濫や土砂崩れに厳重な警戒が必要だ、最新の情報に注意し早めの避難を心がけてほしいと呼びかけました。その上で住民の避難行動につながる分かりやすい情報発信を行うほか、避難所の確保など自治体への積極的な支援を閣僚に指示しました。